さあ試合開始まで、30分を切りました。さあ君のスタートできるかな。明日は何の日か知ってますか？さあ10月15日ですね、CS 第3戦です。はい、参戦のチケットをお持ちの皆さん、おお結構いらっしゃいますね。はい、よかったですね。明日もお待ちしております。ジャイアンツファンの皆さん、由伸監督を一日でも長く見たいですよね。つば九郎の呼びかけ届いてますか？つば九郎も同じ気持ちです。ジャイアンツのチームの皆さん、忖度忖度しましょう。寂しさ出ましたね。うまいつば九郎だからこそ、今一度坂本選手、バビー選手、岡本選手、これ見てでか、ぐるぐる攻撃。これは1日後に効果が出るそうですね。昨日の分は今日、今日の分は明日。さあ、まあ、選手誰も見えてないけど大丈夫かな。さあ、このぐるぐる攻撃、今日結果、お待たせしました。両チームでスターティングラインナップ発表です。